そこの旅人さん、こんにちは。モーメントオブドリームをお聞きになったことはございますか？聞いた感じからすると、なんだか甘い飲み物っぽいな。違いますよ。これは我々が定期的に開催しているイベントの名前です。近頃夢が一気に話題になり、多くの人が前日に見た夢を話し合うようになりました。実は私もその一人なんです。最後に夢を見たのがとても幼い頃だったので、懐かしい感覚と胸躍る気持ちにあふれていまして。そっか、みんなまた夢を見られるようになったんだもんな。ですので、これを機に珍しくて奇妙な夢を見た全ての人へ向けて、自由に夢を語ってもらうイベントを開催することにしたのです。こうしてモーメントオブドリームは生まれました。お茶会みたいなものか。はい、ここでは毎日想像力に富んだ様々な物語が語られています。ぜひお聞きになってはいかがでしょう。そうだな。でもオイラたちからすると、夢を見るのなんて食べるのや寝るのと同じくらい普通のことだぞ。無料のお菓子とか飲み物があるなら少しは考えてもいいけど。本当ですか？つまりあなた方は今までに数多くの夢を見てきたということでしょうか？そうだけど、全然大したことじゃないからそんなに興奋すんなよ。いえ、夢の体験を語ってくれる経験豊富な参加者こそ今の我々のイベントに欠けているものなんです。僭越ながらお二方のことを夢見のプロと呼ばせてください。プロ？悪くない響きだぜ。どうやら興味を持っていただけたようですね。一緒に会場へ向かいましょう。すぐそこですよ。あなたの欲しい飲み物もお菓子も全部そこにあります。お前もやることがプロだな。あ、でも勝手に決めたらダメだよな。こいつの意見を聞かないと。あれ、なんで何も言わないんだ？イヒヒ。じゃあ早くオイラたちがプロになれる場所へ連れてってくれ。いいですよ、ついてきてください。プロになることにおいて一番大事なことが何か知ってるか？知識と経験でしょうか？違う、正解は呼び方だ。今からオイラはパイモンプロだぜ。皆さん、少しいいでしょうか？やっとプロの方に来ていただけました。ささ、こちらへ。何かご質問があれば、彼らにお聞きください。外から来たプロの人か。それはよかった。俺から質問させてくれ。皆さん、慌てず秩序を守って一列に並んでください。こんなに熱意があるなんて。俺の質問は簡単さ。いつも大変な毎日を過ごしてるし、夢の中ぐらいはスライムになりたいんだ。一体どうしたらいい？オイラ知ってるぜ。そういう夢をたくさん見てきたから、オイラなら答えられるぞ。最初にオイラがなったのは風スライムだ。その時は冒険者の矢に撃たれて一晩中空を飛んでたぜ。2回目は草スライムだな。子供たちに大根だと思われて頭の葉っぱをちぎられたんだ。すごく痛かったぜ。3回目は氷スライムで、
料理人に捕まってキンキンに冷えたジュースにされた。4回目にようやく強い岩スライムになって、昔オイラをいじめたイノシシに復讐しに行ったんだ。でも結局そいつが仲間を何匹も連れてきてまた負けちゃったんだけどな。ちょっと待った、なんでどれも悲惨な結末なんだ。だってスライムは魔物だろ。見た目は可愛いけどいつもトラブルを起こすから冒険者に討伐される運命からは逃れられない。だから魔物はみんな良くない結末を迎えるんだ。確かに魔物は魔物だったな。俺はただ違った生活を体験してみたかっただけなんだ。だがこうして聞くと魔物になったら今よりもひどくなっちまうかもな。ただの山柄や魚になった方が楽しいのだろうか。なんだ、プロってそこまで難しくないな。次の人。次は俺だ。プロの人に聞きたいんだが、どんな姿勢で寝たら前の日に見たのと同じ夢を見られるんだ。それは助けてくれないのかよ。ねえ、じゃあまずどんな夢を見たいのか教えてくれ。普通の夢さ。日差しの気持ちいい日に妻とおしゃべりしながら山野に吹く風の音を聞くんだ。じゃあ直接奥さんと話をすればいいだろ。夢を見る必要なんてないんじゃないか。それがその、妻はもういないんだ。え、ごめん、おいらまた言っちゃいけないことを。いやいや、俺がきちんと言わなかったのが悪い。俺はただ妻にもう一度会いたいのさ。あ、そうだな。姿勢とかよりも寝る前に考えてることの方が大事だと思うぞ。それだけでいいのか。奥さんのことを思うのも夢を見るのもお前自身だからな。その二つを結びつけることは難しくないと思うぞ。それもそうだな。帰ったら早速今夜試してみるよ。アドバイスありがとう。今度は私の番。私は夢で見た植物の名前が知りたいんです。私は部屋にある記念品の箱を夢の中に持っていきたい。俺は昨日荒地の上をカラスが飛んでいる夢を見たんだ。何の意味が込められてるのか教えてくれ。そう慌てるなって、話は一人ずつだ。あいつらの質問めちゃくちゃ難しかったぜ。オイラたちは別にあいつらより詳しいわけじゃなくて、ただ経験が豊富なだけなのに。そうだな、模索したり考えたりしてる時の方が質問の答えを知るよりも面白いもんな。例えるなら、三日三晩お腹を空かせた放浪者がエネルギーの補充にご飯かケーキかなんて気にしないのと同じことだ。オイラが誰のことを思い浮かべてるのか今ので分かったか。イヒヒ、当たりだ。あいつならきっとこんな感じのことを言うと思うぞ。でも今は忙しいからこういうイベントに参加する時間はないだろうな。プロのお二方に質問をしたいという方がもう一人いらっしゃるのですが。もういいだろう。質問に答えてた時お前も見てたよな。オイラたちはプロでも何でもないんだ。そちらのお客さんは少々特殊でして。こんな面白い場所にあなたたちだけで来て、どうして私を呼ばなかったのか問い詰めたい気分だわ。うわぁ、なぜエンナヒーナがここに。
モーメント・オブ・ドリームのような面白いイベントはそうそうないもの。どんなに忙しくても時間を作って見に来ているの。あなたたちに会えたのは偶然の縁とも言えるわね。そうだ、ナヒーダは夢を一番理解してるから、オイラたちの代わりに全ての質問に答えられるよな。確かにそうね。さあ、どんなことでも聞いてちょうだい。面白ければ面白いほどいいわよ。どうしたの？さっきまであんなに賑やかにしていたのに、なぜ急にためらうのかしら。だとしても、私ってそんなに怖そうには見えないはずだけれど、凄さの程度で言ったら、あなたたちだってスメールでいろいろと偉大なことをやったはずよ。面白い質問が一気に消えてしまったわ。私って場を興ざめさせるような存在だったのね。ここを離れた方がいいみたい。いやいや、そういうわけじゃないの。モーメントオブドリームの原点には背きたくないの。人々がここに集まるのは、美しき夢を自由に語り合うためよ。だけど今の雰囲気は、まるで容器に入った水のよう。決まった形にはなっているけど、川を流れていた頃の自由自在な姿はもう二度と取り戻せない。私はただ、その中にある一つの水滴になりたいだけ。風情のわからない容器になるのはごめんだわ。拗ねてるな。みんな大丈夫だから、もっと積極的に聞いてくれ。宗神様はすごく付き合いやすいやつなんだ。ほら、早くしないと本当に行っちゃうぞ。いや、じゃあ俺から行こう。さっきのスライム人間だな。なんだその変な呼び名は。俺はもうスライムにはなりたくないんだ。山柄か魚の方が俺には合ってる。なるほど、夢の中で小動物になりたいのね。どうしてそのような考えが生まれたのかしら。いつも同じ生活を送っているので、少し違ったことを経験したいのかもしれません。顔を上げれば空が見え、遠くには海もある。それなのに俺はまるで永遠に変わらない日々の中に閉じ込められているような気がするんです。だから夢の中で新鮮な感じを味わいたいということかしら。ごめんなさい、さらに困惑してきたわ。どうして現実でその新鮮な感じを見つけようとしないの？仕事をしないとモラが稼げないからですよ。俺だって毎日釘を打ったり木を切ったりなんかしたくありませんけど、家には養っている家族がいるんです。それを考えた時、自分の生活がつまらないことで埋め尽くされているのに気づきました。自由な空間なんて全くなかったんです。でもたとえ夢の中で鳥や魚になっても、最終的には釘を打ったり木を切り続けたりする必要があるでしょ。あなたはすでに閉じ込められている。だから肉体がどんなものに変わろうと、精神がその苦境から飛び出すことはできないわ。え、そんな、ではどうすればいいんでしょう。私はあなたの背負っているプレッシャーをこの身で直接感じることはできない。でもどうすればいいか助言することはできるわ。金槌を変えてみてはどうかしら。金槌を変える？ええ、長く仕事をしているからどんな金槌が使いやすいか知っているはずよね。はい、もちろんです。まずは叩く回数を増やさないためにも十分な重さが必要になります。それから滑らないようグリップがツルツルなやつはダメですね。そういえば今使ってる金槌ですが、しばらく変えてませんね。ぜひ変えてみて。ついでに金槌に好きな装飾や毛皮、革などもつけてみるといいわ。最後に自分の子供の名前も入れてみなさい。確かに、なんだか仕事に対して意欲が湧いてきました。新鮮味は
生活の中における些細な物事から来るものよ。あなたは鳥や魚になる必要はないの。頑張って日々を過ごしていけば、あなたの大切に思うすべてがあなたの幸せの源になるわ。なるほど、完全に理解しました。まるで悟りを開いたかのようです。今すぐ新しい金槌を選びに、いや、自分で一本作るべきですね。ありがとうございます、宗神様。さすがのヒーローだな。いつも問題の切り口を見つけるのがうまいぜ。実は私もあまり理解していないの。え？私がああいうアドバイスをしたのは、他の職人が同じことをやっていたのを見たから。彼は疲れを感じるとグリップにある名前を見ていたの。すると彼の顔には笑みが浮かんだ。とても驚いたわ。きっとそれは彼にとってとても大切な人の名前だったのでしょうね。ええ、観察して初めてこういった行為が人間の原動力となるのを知ったわ。でもどうしてなのかしら。それが興奮や期待によるものなのか、それとも仕方ないと思う気持ちからなのか、私にはわからない。たとえ彼の考えを知ることができても、彼の気持ちを理解することは難しいでしょうね。そうだったのか。ナヒーダからしたら、そんなに遠回りして考える必要があったんだな。だから実はさっき、少し不安だったの。幸い彼は嬉しそうにしていたから、間違ったことは言っていないようね。あまり気にしないで。これが私の学習方法だから。オイラを忘れてもらっちゃ困るぞ。オイラだって顔色を見るのが得意だからな。ありがとう。これで私も安心できるわ。次の質問を聞きましょう。さっき同じことを質問しましたが、やっぱり宗神様の意見もお聞かせください。一体どのようにすれば夢の中で毎日亡くなった妻に会えるのでしょうか。亡くなった人への思いね。たとえかつての美しい思い出を繰り返しても、それによってもたらされるのは現実の虚しさだけよ。もしも彼女がまだ生きていたら、そんなあなたは見たくなかったはずよね。はい、それは分かっています。ですが、私たちが夢の中で過ごす時間はただの記憶の繰り返しではありません。彼女を強く思っているからか、夢の中の彼女はまるで生き返ったかのようなんです。夢で起こったことを彼女は全て覚えている。目覚めた後に再び夢に入っても、前回の話題の続きを一緒に話せるんです。それはまた不思議ね。一般的に連続性のある夢はほとんどないわ。彼女はまるで私の夢の中で2回目の命を手に入れたかのようでした。しかし彼女が生き生きとしていればするほど、目覚めた後の私に虚しさと苦しさが襲いかかるのです。これは喜ぶべきことなのでしょうか、それとも苦しむだけなのでしょうか。もしかしたら全ての根源は思いによるものなのかもしれないわ。あなたと彼女の間にとても残念に思っているやり残したことはない？よくわかりません。ただ彼女と一緒に年を重ね、人生を最後まで一緒に歩んでいけなかったのは私にとって一番残念なことです。もういい加減前を向かなきゃいけないとは思っていました。こんなリアルな夢を見ていなければ、これほど瞑想してはいなかったでしょう。これが俗に言う寝ても覚めてもっていうやつだな。でも夢は永遠に夢でしかない。私たちは現実を生きるものよ。過度に夢に溺れるのがいいことであるとは限らない。あなたの精神と気持ちをすり減らし続けるだけだわ。わかっています。ですので
私も自責の念に駆られているのです。まだ子供の面倒を見なければいけないというのに。子供に父親のこんな情けない姿を見せてはいけませんよね。宗心様、アドバイスありがとうございました。彼の精神状態とても心配だわ。早く良くなるといいのだけれど。それと私の調子は悪くないから、もしも退屈に感じていたら無理に付き合わなくてもいいわよ。あなたたちはもともと遊びに来たのだし。なんでうまくいかないんだ。全く意味がわからない。また連続性のある夢？はい、何かの暗示なのでしょうか。宗心様が直々にこのイベントに参加するなんて夢にも思いませんでした。今日は運がいい。友達に自慢しに行こう。一夜にして大金持ちになるとか有名になるとか、そういう単純で手っ取り早い夢がいいな。少し良くなったか？ああ、本当に宗心様の言う通りだと思ってな。この考えから抜け出さないとダメだし、今思い出してみると夢の中ではいつも同じような場所で妻と会うんだ。そこは現実にも存在してる。ただ少し遠くて危険な場所だから一人で行く勇気がなくてな。でもやっぱり行ってみたい。そこに何もなければ諦めもつく。このままじゃなんだか酔っ払ってるみたいで夢うつつの状態が続いてしまう。あれと似た情景をもう夢で見なければ現実に戻れると思うんだ。君たち冒険者なんだろ。もしよかったらその場所まで護衛を頼めないか。気分転換だと思えばいいと思うぜ。奥さんには会えないけど美しい景色とかを見たら気分も良くなってくると思うぞ。ああ、俺もそうなることを願ってるよ。早く良くなるといいな。また私に隠れて面白い場所に行くつもり？あれ、ナヒーダは質問に答えてたんじゃないのか？ちょうど終わったところよ。今日は奇抜で新しいアイデアをたくさん聞けて収穫に満ちた一日だったわ。どこかへ行くようだけど私も連れて行ってくれないかしら。いえ、多忙な宗心様にこのようなことを頼むわけにはいきません。遠慮はいらないわ。それにこの提案をしたのだってもちろん考えあってのことよ。この機会に私が困惑していることについてあなたたちにも話しておこうと思うの。宗心様であっても困惑するのですか？私はあなたたちとそこまで大きく変わらないわよ。さあ、歩きながら話しましょう。一夜にして大目夢に関することばかり話してたらなんだか眠くなってきた。宗心様がち、
な感じだな。冒険者はいつもこんな場所に来るのか。それはすごいな。夢の中のあなたたちはいつもここで会うの？はい、ほとんどの場合がそうです。前方にある山の頂上で会っています。そこでは特に何もせず、日常の何気ない会話をするんです。私たちの娘のヘイデルの近況を話すと、彼女はいつも真剣に耳を傾けてくれます。あとは一緒に思い出話をしたり、面白いことや冗談を言ったり、どんなに話しても物足りなさを覚えてしまうんですけどね。平凡と安らぎも手に入れるのが難しい幸せなんだな。そこが私の困惑しているところよ。私は夢について詳しいわ。だから夢が一般的に論理性や連続性に欠けているものだと知っている。でもあなたはさっき、彼女があなたの話したことを覚えていると言ったわよね。はい、彼女は昔から私の話を熱心に聞いてくれていました。夢の中でもそれは同じです。彼女はいつも私を驚かせるために日常の些細なことまで覚えているんです。そのことも彼女がまるで本当に生き返ったかのように感じた理由の一つでした。確かに不思議だな。でも夢ってもともと不思議なものだよな。ただ問題はその描写があまりにも整然としていることよ。夢というのはあなたたちが想像するよりずっと脆弱なものなの。例えば窓の外で大きな音がしたとする。すると夢の中ではあなたが大砲に入れられて飛ばされるシーンになるかもしれない。もしも喉が渇いていたら果てのない砂漠を歩く夢を見るなんてこともあるわ。だけどあなたの妻の姿はとても安定していて、干渉を一切受けていないようね。確率的に言うとこういった状況はとても稀なの。私にも原因はわかりません。しかし私にはこの夢を疑うことも拒絶する理由もないのです。何せ私にとってあまりにも良すぎる話ですから。でも私は知りたいの。このような夢は私にとっても珍しい現象だから、その現場を見てみたいわ。さあ遠足だと思って山の頂上へ行ってみましょう。即戦即決と行きましょう。え、ナヒーダも手を出すのか？もちろんよ。これも遠足の一環でしょ。逃げ道はありません。結構いい景色だな。お昼寝したりおやつを食べたりするのにぴったりだ。おいらも毎日ここへ暇をつぶしに来たいぜ。
今のところ変わった場所はなさそうね。思いの力を否定する気はないわ。もしかしたら数値化できないそういった感情の要素にこそ夢を思い通りにする力があるのかもしれないもの。アイルマンの奥さんってきっと魅力的な人なんだろうな。あれ、アイルマンは？ここで待っててくれてたのか。今日はすごいお方をお連れしたんだ。宗神様が一緒に同行してくれるなんてすごく驚いたよ。ここの道に慣れたらヘイデルも連れてこよう。あの子ずっと君に会いたいって言ってるんだ。どうしたんだよ。そこには誰もいないぞ。待てメイナ、そっちは危ない、行くな。落ちてしまうわ、彼を掴んで。落ちなくてよかったぜ。でもなんで急に変なことを言い始めたんだ。しかも今度は気を失ってるみたいだぞ。彼は今夢の中にいるわ。さっき口にしたことは前に彼が話していた夢とほとんど一致している。え、それって眠ってるってことか。しかも同じような夢を見てるのか。私もおかしいと思うわ。でも無誘している人は起こさない方がいいから、このまま待ちましょう。メイナ、メイナは？あ、起きたんだな、よかったぜ。俺は一体無誘？あ、そうか、確かにあれは夢の中でないとありえない。山頂に着いた瞬間、妻のメイナーがそこに座っているのが見えたんだ。それで俺は彼女に歩み寄った。妻は君たちの紹介を聞くと慌てて前に行こうとした。でもそっちは崖だから俺は行くなと言って、そしたら妻が消えたんだ。それから俺の近くで風が吹いて空が暗くなった。何かおかしいと思い始めた時にはもう目が覚めていた。なんかすごく変な話だな。疲れてるんじゃないか。それはない。昨日はぐっすり寝たし今も眠くはない。おそらく私たちが来たことによって潜在意識による夢の想像に影響が出たのかもしれないわね。何はともあれ無事に目覚められてよかったわ。先ほど何があったのか大体わかりました。すみません、宗神様と君たちがいなければ本当に落ちていたかもしれません。とりあえずまずは戻りましょう。あなたはしばらくこの場所に来ない方がいいわ。はい、わかりました。ナヒーダ、何か思い当たることはないのか。おいらちょっと心配だぞ。手がかりがあまりに少なく、まだ推測の息を出ないわ。それより心配なのは、もしもアイルマンに起こったことだけが例外でなかった場合ね。そっか、モーメントオブドリームには他にも夢を鮮明に覚えてる人がたくさんいるんだった。ええ、モーメントオブドリームに限らずこのような人はスメールの他の場所にもいるかもしれないわ。一刻も早く現状とその進行速度を把握する必要がある。じゃあ早く戻ろうぜ。アイルマン、ぼーっとしてないで早く行くぞ。Thank you.
う戻られたのですか。どうです、うまくいきましたか。急を要する事態になったわ。この場にいる全員に夢について話し合ってもいいけど、決して夢の中の情景を探してはならないと伝えてちょうだい。はい、宗神様がそうおっしゃるのでしたら。ですが、何が起こったのか教えていただけませんか。皆さんそんなに真剣な顔をされて。わかりました。それほど危険なことが起きていたんですね。ご安心を。このことは全ての参加者並びにモーメントオブドリームのスタッフにもお伝えしておきます。参加者リストを使えば夢について関心を持っている大勢の方とも連絡が取れるでしょう。そうすれば警告の範囲をもっと全面的に広げられます。ありがとう、本当に助かるわ。まずは本日イベントに参加した人がまだここにいるか確認してきます。アタさんはもう帰っているようですね。金槌を作りに行ったようなので大した問題はないでしょう。おや、待ってください、キャシアさんはどこへ。どなたかキャシアさんを見ませんでしたか。もう帰ったのでしょうか。ああ、彼女なら行くところがあるって言ってたわ。もうここを離れたみたいね。まずい、まさか夢の中の情景を探しに行ったんじゃないよな。どこへ向かったか教えてくれるかしら。はい、私も簡単にしか聞いていませんが、確かチャトラカム洞窟の近くだったと思います。ありがとう、すぐに行ってみるわ。それから軽率な行動を取らないよう他の人たちにも伝えてくれる。わかりました。はあ、こんなことになるなんて。なんで急にざわつき始めたんだ。ただの夢なんだし、大事にはならないだろう。ヘイデル。なんでうまくいかないんだ。たかが無用じゃない。大げさよ。眠くなってきたわ。見切りました。丸見えね。剣女盤石。やっぱりアイルマンの時と同じ状態だったな。ええ、でも幸い傷を負ったり驚いて目を覚ましたりしていないわ。注意を払いながら彼女を安全な場所へ連れて行きましょう。また明日、アーシア先生。あれ、私、どうして
またここに戻ってるんですか？夢？でもアーシア先生は。あ、そっか。やっぱりただの夢だったんですね。だってこれが元の姿のままですし。これ？この植物のことです。ずっと開花せずにもう20年近く経っていまして。まあ、夢の内容と関係があるのよね。詳しく話してくれるかしら。あ、すみません、まだ少し意識がぼんやりとしていて。ちょっと深呼吸しますね。まずはこれの話からしましょう。この植物はさっき言ったアーシア先生がいなくなる前にくれたものなんです。先生は私の両親の親友で、私を教え導いてくれた存在でもあります。とても素晴らしい正論派の学者でした。卓越した学術の才だけでなく身のこなしにも優れ、冒険者協会の仕事をたくさん引き受けていたのを覚えています。それで、その人は冒険に行ったのか？はい、私が10歳ぐらいの時に、先生は深淵の秘密を探すためここを長く離れると言いました。でも深淵が何なのか私には分かりませんでしたし、先生は家族同然の人だったので、私は行かないでとお願いしたんです。すると先生は私をぎゅっと抱きしめました。二人して涙を流した後、私は眠ってしまい、目が覚めた時には家に戻っていたんです。結局先生は行ってしまいました。私のことが一番大切だという手紙を残して。ただそれにはこうも書いてありました。深淵を調査することはより多くの人々の大切な人や物事を守るためだと。先生は過去の冒険で重要な手がかりを得たそうです。すぐに動かなければその機会は二度と訪れない状況だったのでしょう。星と深淵を目指せってただの決まり文句じゃなかったんだな。先生は手紙の中に種を入れ、こう綴っていました。その種が発芽して開花したら、自分がどんな危険な状況にあろうとも帰ってくると。それから私が大人になった姿をとても楽しみにしているとも。ただおかしなことに、どれだけ水や肥料をあげても開花しないんです。正論派の学者に聞いても誰もこの現象を説明できませんでした。その植物詳しく見てもいいかしら？もちろんです。私も宗神様にその答えを教えていただけたらと思います。そうね、これは、ナヒーダがこんな表情を見せるなんて珍しいな。ことなのかはすぐに分かったわ。私がためらったのはそれを言うべきかどうかなの。彼女が植えたのは学会で知られている植物ではなく、特殊な手段で栽培した新種よ。その特徴から見るに、殻を破った瞬間からすでに開花する力がないものだと分かったわ。そんな。つまり彼女の言うアーシア先生はとっくに危険を察知していて、二度と戻れない覚悟をしていたのね。
私が観察してきた経験から見て、これは残酷な事実に当てはまるわ。残酷を前にしたとき、人は泣きわめき、虚言を吐いて怒り狂うこともあるかもしれない。彼女が真実を直視すべきだということは分かっているわ。けれど同時に、彼女を傷つけたくないの。どうすればいいか、教えてくれる？確かに厄介だな。お前までそう感じるほどのことだもんな。でもそれだと、責任をあなたに押し付けてしまわないかしら。彼女があなたに怒りの矛先を向けたらどうするの？大丈夫。この世にはいろんな人がいるんだ。さっきナヒーダが挙げたのはどれも極端な例だぞ。わかったわ。ありがとう。じゃあ戻ってこのことを伝えようぜ。開花できない？そんな開花できない植物だなんて。それってつまり繁殖することもできず枯れてなくなるしかないのですか？つまり先生は最初から戻ってくる気がなかったということですか？先生の言ったことは全て嘘だったと。もちろん良かれと思ってやったことだと思うぞ。どのみち残酷な別れになるなら少しでもそれを遅らせたいって考えたんじゃないか？そうだぞ。彼女のお前に対する愛とか関心やぬくもりは全部本当に実在してたんだ。おそらく彼女もあなたが真実を知った後、彼女の選択を理解し尊重することを望んでいたに違いないわ。わかりました。ごめんなさい。文句を言うつもりはないんです。ただ、少し受け入れられなくて。夢ではあんなに素晴らしいものだったのに、現実はこんなにも冷たいなんて。先生は本当に帰ってきたのだと信じていました。話したいことがたくさんあったのに。この夢は想像しているほど美しく単純なものじゃないのかもしれないわね。あるいは何かの力があなたたちの感情を利用しているのかも。そうなんですか？ええ。だから調査が終わるまではモーメントオブドリームの会場に戻って夢の暗示を受けないよう注意を払ってちょうだい。本当にごめんなさい。わかりました。助けてくださりありがとうございます。それとこの植物に傷がついてなくてよかったです。そうでなければ最後の記念さえも失っていたので。感謝するわ。彼女もやっと現実を受け入れたようね。でもこの悲しみを消化するにはきっと長い時間を要する。あなたたちが愛について話したとき、彼女の目に明らかな揺らぎを見たわ。まるで絶好のタイミングで降る優しい雨のように、今にも蔓延しようとする炎をかき消したの。えひひ、なんたって人は共感ができるからな。共感？なるほど。これはとても貴重な知識ね。勉強になったわ。そうだ、さっき誰かがあいつらの感情を利用してるって言ったよな。もしかしてもう何か分かったのか？ええ。この二つの件の共通点はアイルマンとキャシアが最も大切な人を失っている点にあるわ。彼らは夢の中で大切な人と再び会うことができた。そしてその相手のリアルさも夢が見せるレベルをはるかに超えていた。それは思いの力と解釈するよりもっと悪質なものだと考えざるを得ないわ。そう、
誰かが彼らの思いを利用しているということに。おお、ただ人の夢を導いてるだけだぞ。何が目的なんだ？それは引き続き調査が必要よ。とりあえず一度モーメントオブドリームの会場に戻りましょう。何か嫌な予感がするわ。事態がまずい方向へ進んでいないといいのだけど。戻ったわ。今どんな状況かしら。その、申し訳ございません、宗神様。このことを経験した方をどう説得したらいいか、まだ思案しているところなんです。宗神様からの警告を受けたので、たとえ彼らが危険だと思っていなくとも、その人たちをここへ連れてきました。ただ一部の方はすでに深く眠っていて、長いこと目を覚ましていません。この状況は私たちではどうしようもない状況でして、モーメントオブドリームは規模の小さい同好会です。開催側の人手があまりにも足りなく。やっぱり私の予想が当たっていたわね。宗神様、お戻りになったんですね。一体何が起こっているんです？どうして我々をここへ集めたのですか？ここにいる人の多くは今も美しい夢を見ているわ。でもみんなには申し訳ないけど、それら夢の背後には何か陰謀が隠されていることが私たちの調べで判明したの。だから真実が見つかるまで夢の中の情景を追いかけたり、そういった暗示を鵜呑みにしたりしないでちょうだい。そんな関係ないんじゃないですか。ただ夢を見ているだけですし、他の人に影響が出てるわけでもありません。夢の暗示を受け入れたことにより、自分から外へ行って危険な目に遭った人をすでに二人見つけたわ。そうだぞ、これはもうただの夢ってレベルじゃないんだ。そうだったんですね。わかりました。つまりその詳細が詳しくわかれば、こういった夢を引き続き見てもいいということです。確かに、俺もまた姉さんに会いたい。申し訳ないが、宗神様、これから言うことは失礼になるかもしれません。さっき俺たちで互いに話し合ったんですが、みんな夢の中で大切な人に会ってるんです。それはまるで生き返ったかのようでした。誰も目を覚ましたくないと思うほどです。ええ、それも私たちの調査した状況と一致するわ。ですので、もしもこの件の調査結果によってこの夢を終わらせるってことになったら、我々にとってはあまりにも酷なことなんです。我々もその危険性は理解しています。ただ夢の中にいる人が我々にとってどれほど大切なのか、宗神様にはわからないでしょう。誰もが宗神様のやっていることを理解し協力できるとは限りません。少なくともみんな宗神様の調査が終わるまでに夢の中へ行き、大切な人に会ってさよならを言いたいはずです。これこそ私たちが直面している一番厄介な状況なんです。協力してくださる方があまりにも少ない。たとえ危険だって分かってても夢の中に戻ろうとするのか？そうね。私たちが伝える危険の描写は、美しき無境と比べると筆書きのようにいささか精細に書けるわ。どうやら
現状を制御できないことは避けられないようね。時間が遅れれば遅れるほど、多くの人々が警告を無視し、甘い夢に戻ろうとする。じゃあ、どうすればいいんだ？直接夢の中に入って、事件の真相を見極めるしかないわね。ペドラッシュ、今ここに例の不思議な夢を見ている人はいるかしら？そうですね。こちらへお越しいただけますでしょうか？ええ、いいわよ。この方は我々の説得に応じず、先ほどここで眠りにつかれました。皆さんの考え、私もとても理解できます。悪い、さっきはつい衝動的になってしまった。俺はただ、神は時々本当に俺たちを理解してないんだなと思ってな。俺もどんな夢を見られるのか見てみたくなってきたよ。絶対ダメだぞ。あ、分かったよ、そんなに怒るなって。彼女は寝ているだけで無憂はしていないわ。まだ眠りが浅いようね。夢の中に入るってオイラたちも寝る必要があるのか？心配しないで、私は暗草なりデビよ。緊張しないで目を閉じて、自分が砂浜にゆっくりと溶ける波だと想像して、チリジリになりながら沈んでいく。どうしたんだ？ぼーっとしてるけど。無事に夢の中に入れたみたいだな。どこか見慣れた場所に来るものだと思っていたけれど、周りはすべて見知らぬ景色だわ。巨大な植物がいっぱいだ。空中にもあるぞ。不思議だな。本来ならデビーの向こうに直接たどり着けるはずなのに、どうやら一筋縄にはいかないようね。とにかく手がかりを探しましょう。イカズチ難攻不落。岩山八九、逃げ道はあります。
どこかに通じる扉みたいだな。他に道もないし、入ってみようぜ。これらの不思議な夢は現実の情景を暗示していることが多い。これも私たちが以前に集めた情報と一致しているわね。じゃあさっきいた空間は何だったんだ？それってつまりまた無境集合体ってことか？ええ、その可能性が一番高いわ。これほど多くの人が似たような皆無を見ているのだから。もしそれぞれが独立した夢であった場合、操るにしても管理するにしてもこうしてつなげておくより難しくなるわ。そうなのか。じゃあデビーと話をしてみようぜ。でもそばに他の人がいるぞ。あいつらも夢を見てるのかな。この空間が彼女の夢であれば、そばにいる人はデビーの大切な人かもしれないわ。とにかく確認しましょう。確認？どうやって？見ててちょうだい。昔と同じね。テイワット中を旅したあなたたちならきっともっと美味しいコーヒーを飲んだことあるんじゃない？外のもんがいくら良くても故郷の懐かしい味にはかなわないさ。そうね、体が慣れ親しんだものはそう簡単に変えられないわ。とにかく乾杯しましょう。あなたたちの帰りを祝して。狙いがあるようね。確認したわ。ここは確かに彼女の夢よ。なぜなら他の二人からは心の声が聞こえなかったから。これが送信の力か。おいらも今度から気をつけようっと。安心して、普段この力を使うことはないわよ。だってそんなの失礼じゃない。私も覚悟を決めなくちゃね。これからまた残酷な話をするけれど、
今度こそ逃げないようにしないと。三神様、どうしてここへ？お祝いの邪魔をしてごめんなさい。ここで起こっていることと、あなたの記憶とで食い違いが生じていることに気づいているかしら。ちょっとわかりません。それってどういう意味ですか？私にはわかるわ。宗神様は、みんながここに集まれたのは人生でまたとない縁だって言いたいのよ。それよりコーヒーでも飲まないか？俺のおごりだ。今回はかなり稼げたんだ。記憶、またとない。よく考えて。彼らの本当の状況はあなたが一番よく知っているはずよ。こうしてテーブルを囲んで話をするのはただの独りよがりではないかしら。スチームバード新聞社の報道は確かなものだった。彼らの乗った商船は岩礁にぶつかって沈んだの。それ以来バスマとガスパーから知らせが届いたことはない。ちょっと何言ってるのよデビー。思い出したんならそれでいいんだ。ここで起こってることは全部本当のことじゃないんだぞ。そっか、私は夢にいるのね。でも私の夢である以上、本当かどうかなんて重要じゃないわ。私はここの偽りを楽しんでいるの。現実にある悲劇と向き合う必要はない。彼らは私にとってかけがえのない友達よ。二人は私を理解してくれる唯一の存在なの。このまま夢を見続けても何も悪くないでしょ。でもこのまま行けばだんだん現実と夢の境目がわからなくなるかもしれない。あなたがそうならないかとても心配なの。夢は永遠にあなたの気持ちに沿うもの。それと比べて現実はトゲにまみれ、少し気を抜いただけで傷ついてしまう。大丈夫です。まだそこまで分別できないほどではありません。本当に？なあ、そんな難しいことは置いといて、コーヒーとかデザートを食べるのはどうだ？現実でも夢でも楽しければいいじゃないか。そんなわけにはいかないぞ。お前たちがどこから来たのかさえオイラたちにはわからないんだ。あ、ごめん、悪気があったわけじゃ。大丈夫、みんなそれなりに大変なのはわかってるから。今の状態を見るとこの場所はまだあなたに無害のようね。知りたいのだけど、もっと奥深くへ行く方法はないかしら。それでしたら、前に聞き慣れない声がこう言っていました。ここには入り口があるって。いつか入ってみるかもしれませんが、今のところあまり興味はありません。わかったわ、教えてくれてありがとう。行きましょう。やっぱり私たちは今この無境の最も表層部にいたみたい。少し落ち着く時間をちょうだい。そんなしけた顔すんなって。そうよ、難しいことを考える必要はないわ。慌てないで、無境とはそういうものよ。もうデビーの夢から出ているけれど、無境はまだ伸びていてどこかへ向かっているわ。この夢には
虚言の人物を想像する力がある。だからこそこれほどまでに人は夢中になってしまうのね。そうなのか。にわかには信じられないぜ。推測だけど、これらの夢がつながっているとすれば、何かしらの順序があるはずよ。さっきのデビーは、自分が夢を見ていることを意識できた。つまり、彼女はまだ夢の浅いところにしか入っていない。でも、私たちの今いる空間が反転しているわ。私の言った無境の特徴を覚えているかしら。夢が乱れてる。そう。もしかしたら、私たちは今もこの夢の深くへどんどん入っていて、下に行けば行くほど本質に近づけるのかもしれないわね。真実は一番奥深くで、オイラたちを待ってるのかもな。ええ、万全の準備を忘れずにね。見た感じ、何かを入れる必要があるみたいだな。の雷鳴。と、手をつなぎましょう。ダン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 。ふふ。止むとまた現れる。花というより視線を避ける草スライムね。また変な比喩の時間が始まったぜ。見切りました。全部丸見えね。
先陣。強である可能性が高いわね。なんであいつまた夢を見てるんだよ。どうやらあのような危険でさえも妻への思いを諦めることはできなかったようね。これまでの推測からしてあいつの夢がここに現れたってことは今すごく深く眠ってるってことだよな。前に彼と接触していたのが幸いだったわね。無事に彼の目を覚ますことができるといいのだけれど。君たちか。不思議だな。君たちが俺の夢の中に出てくるなんて。夢？お前はこれが夢だって知ってるのか？もちろんさ。現実にこんないい話なんてないからな。紹介しよう。前に話した俺の妻、メイナーだ。それから俺たちの子供、ヘイデル。皆さんこんにちは。この度は宗神様からのご好意を賜ることができてとても光栄に思います。パパ、宗神様と知り合いなの？すごい。これ何？新しいおもちゃ？おもちゃじゃないぞ。アイラはパイモンだ。いや、こんなこと話してる場合じゃなくて。ナヒーラ、これってオイラたちが予想してたのとちょっと違くないか？ええ、少し時間をちょうだい。ああ、そっか。さっきモーメントオブドリームにもいなかったから、てっきり家に帰ったのかと思ってたぞ。悪いな。何としてでもヘイデルを母親に会わせたかったんだ。
途中の道にも結構慣れたからヘイデルをここまで連れてきた。幸い魔物には遭遇しなかったよ。ヘイデルがこんなに大きくなってるなんて、私もとても嬉しいです。夫には苦労をかけてしまい、本当に申し訳なく思っています。私は妻と母親としての責任を果たせませんでした。いいんだ、そんなことは言わなくていい。夢の中だが、こうして集まれたのも天が与えてくれた恩恵だろう。どうするんだ、オイラたち真実を言うべきだよな。残酷な話は私が言うわ。ええ、私がね、ごめんなさい、伝えなければならないことがあるの。私たちはあなたの夢によって作られた姿ではなく、自我を持つ意識よ。あの時と同じように私たちはまだこの夢の真実について調査しているの。そしてすでにいくつかの手がかりを得ているわ。つまりこの夢はやはり正常ではないのですね。どういうことですか。俺たち一家の集まりは束の間に終わる運命にあるってことだ。ママ行っちゃうの。おそらく、ええ、最終的にはそうなるかもしれないわね。え、やだ、ママ行っちゃやだよ。何が起こっているかわかりませんが、安心してヘイデル、ママはどこにも行かないから泣かないで。メイナーは何が起こっているのか知りません。彼女の認識は私と一致していませんので。私はここが夢だと知っていますので、その真実をメイナーに告げようとは思っていません。ただ、はあ、もう何を言えばいいかさえわからないのです。複雑なことはわかりません。ただこの夢がいいものか悪いものかに関係なく、あなた方はそれを解決しに来たのでしょう。ええ。では最後にもう少しだけ楽しませてください。背後にある原因が何であろうと、自分は幸運に恵まれたと思っています。この機会にとても感謝しているんです。この夢はどうしても消えなければならないのでしょうか。ごめんなさい、おそらくそうよ。そうですか、わかりました。こちらへどうぞ。この先を進むとより深いところにつながっています。下に行けば行くほど甘く美しい場所にたどり着き、引き返せなくなると聞きます。あなた方の欲しい答えもその中にあるかもしれません。どうぞ行ってみてください。協力してくれてありがとう。私も心から申し訳ないと思っているわ。そんな礼なんていりません。私はあくまでも一介の凡人、神に関与する権利も力もない。私には他の選択肢がないのです。私も後から追いかけます。少なくともメイナーとヘイデルにどういう状況なのか見せなければならないので。でないと目が覚めた後ヘイデルがメイナーを誤解して責めてしまうかもしれません。オイラたち悪いことしてるわけじゃないんだよな、ナヒーダ。それはあなたのいいと悪いの定義によるわね。先に行っててください。私は後からついていきます。パパ、それからママも元気出して。ありがとうヘイデル、私の大切な娘。凶暴になっていっているようね。普通の階段は攻撃してきたりしないわ。
そうだな。オイラたちの推測も間違ってたみたいだし、アイルマンは自分が夢を見ていることを意識できて、同時にそれを楽しんでた。深い夢の中にいるっていうより、より目が覚めたって言った方が正しいのかな。これまでの考え方は間違っていないと思うわ。ただ解釈を変える必要があるわね。夢の程度が深くなっているのではなく、夢の主のここに対する未練が深くなっているのよ。あなたたちは夢を本当だと思ったことはない。そうでしょ？オイラはたまに本当だったらいいのになって思うことはあるぞ。でもちょっと思うだけですぐに忘れちゃうけどな。なぜなら私たちは現実を生きる存在だから。現実こそが私たちの焦点であるべきなの。これは夢の幻想性を定義するものでもあり、夢がどうなろうと私たちは気にしない。でも、もしも私たちが現実を手放し、夢を抱くことに決めたら、夢はどうでもいいものではなくなる。おいら、わかった気がするぞ。脳はより入念に夢の世界を構築するようになり、現実味もさらに増していくわ。アーカー社が無境を知能に変えられるということは覚えているかしら。リアルな無境を構築する場合も、それと似たような力を消耗するの。それって、ここにも過信探査のニーローみたいな夢の主がいるってことか？そいつの目を覚まさせれば、この無境集合体も終わるんだな。ええ、その可能性は高いわ。スメールシティの無境集合体はアーカー社によって作られたもの。でも今アーカー社はすでに止められている。この件はアランナラとも無関係よ。そして人間も他の形を通して無境集合体を作る力はない。つまり、え？まさかそいつがアーカー社を再起動したのか？それはありえないけれど、大方教霊院の学者で、かつてアーカー社と密接な関係にあったものでしょうね。だとしても、一体どうやってそれを行ったのか、そしてどうやって夢の主を選んだのか。ええ。ここはまだ終点じゃないわ。その人物の動機を知れば、すべての疑問の答えもわかるでしょう。の怒り。通り抜けましょう。
ここはもう終点よ。え？嘘だろ？そうだな。ここってごく普通の街並みじゃないか。私は夢に関する権能を持っているから、誰が夢を見ているのか、誰が夢によって作られているのか、明確に見極めることができるわ。完全にこの無境を受け入れた者のみが、ここに来られるのでしょうね。ここ、人がたくさんいるけど、どうやって夢の主を探し出すんだよ。大丈夫。私に方法があるわ。今日騒がしくないか？そう？私は別に変なところなんてないと思うけど。そっか、そうだな。確かにここはいつも通り穏やかだ。何を買おうかな。アドバイスしてよ、シャディア。これとかどうかしら？あなたに合うと思うわ。どれどれ？うん、悪くないわね。気をつけて。君たちか。まさか俺たちの方が先についていたとは。え？どういうことだ？お前たち、あの複雑に入り組んだ場所を通らなくて済んだのか？何のことを言ってるんだ。俺たちはあの通路を通った後、そのままここに着いたんだが。無境だから厳密な空間概念がないのも至って正常なことよ。